こんばんは。こんばんは。ヤスベーさん、ヒラリンハットさん、ありがとうございます。こんばんは。なんだかあっという間に1週間が経ちまして、もう土曜日になっちゃったね。なんか1週間早くて、あれ？この間土曜日でコオロギ食べたのに、もう1週間経ったの？みたいな、もう1週間経ったの？っていう感じで、早いね、本当に。ヒロさん、炎上さん、としきさん、ありがとうございます。こんばんは。そうだよ、コオロギとワームを食べてから早1週間だって。早いですね。残ったコオロギたちはあの袋に戻して今置いてますね。ちょっと誰かにあげようかなって思っている。でもやっぱあげようかなって言っても絶対多分いらないとか食べてくれないと思うんで、なんかそうだから、ちょっと迷うな。ちょっと迷うなーって感じかな。あーちゃん、やすべえさん、今もスチューデンツロス中さん、スチューデンツ終わっちゃったもんね。ポセさん、ありがとう。トムさん、ナオさん、ありがとうございます。ロスなの？悲しいな。こんばんは。皆さんにね、ちょっと見せたいんだけど、私今日ね、前髪のね、構成を変えたんですよ 今日の朝。多分パッと見わかんないかもしれないんですけど、ちょっと見てほしいんだけどさ、この上から見た時にこの分かる？左右対称にこのなってる感じ、この横の横髪がこっからこう左右対称になってるっていう感じ、分かります？にしたのよ私は。でなんか今までなんかこの辺が長い髪の毛と短い髪の毛がすごい混合されてたの、この辺で目に入ったりして、もうそれがすっごくストレスだったんですよ私は ずっと。なんか私の中ではなんかこの辺をちょっとこうなんか斜めにしたかったんで、したくて今までずっとそういう感じにしてたんだけど、なんかもう長いのと短いのとがもう混ざっちゃって、この辺。そう、すっごいね、もう嫌だったの。だからもう思い切って切っちゃいました、ここら辺まで両方とも。でここを左右対称にして、で分け目をこう若干ちょっとこっちにずらしました
なんかさ、あの高崎彩子の隠れ家見てたの、昨日、昨日公開されました、皆さん見てたら、私さこの上の分け目真ん中で自分的には分かれてるって思ってたんだけど、あれなんかちょっとこちら辺じゃないと思って、真ん中じゃなくて若干ちょっとこの辺じゃないと思って、あ私って分け目真ん中じゃないんだってその時に気づいて、ちょっとずらしましたこっち側にだから今多分ちょうど左右対称ぐらいなんじゃないかなって思う。左右対称っていうか、この ここの幅がちょうど真ん中ぐらいなんじゃないかなって思うんですけど、どうだろう、わかんないけど、でも多分真ん中ぐらいだと思う。でもね、ずらしたからちょっとはずれたと思うんだけど、でもどうだろう、映像とかで見たらね、もう若干またもうちょっとこっち側ずらした方がいいのかな、わかんないですけど、そうちょっとね、そう寄ってるの。でも別にその分け目は別にどうでもいいんですよ。この横のずっと左右対称にしたかったから、ちょっと今日思い切ってやってみました。そしたら意外と、あいい感じかもしれないって思って。どうですか、今までさなんかこの辺全部こっち上に上げてて、なんかこの中の方から横髪が出てる、出てたから、このなんかメイクさんとかからもなんか分け目おかしいねっていつも言われてたんですよ。なんか横のどうしてこっから横分けてるのって言われて、なんかそうなんですっていつも言ってたんだけど、でもなんか意外といいかもしれないなって思った。だからちょっと今日の朝直しました。なおさん、ゆきさん、すべさん、田辺さん、ありがとう。いいと思います。本当ですか？やった。今日はね、ちょっとどうしてもこの分け目の分け目をちょっと見てほしくて、ここの今日はハーフツインをしました。毎月ずらしていこう。まあそうだね、なんかこうちょっと様子を見ながら、様子を見ながらずらしていこうって感じかな。で昨日はパセリの生誕祭に行きました。パセリの生誕祭を見に行ってきました。すごいね、やっぱりなんかパセリの、パセリ見てたらなんかすごく心が震える、なんか感動します。感動しました、本当に。お手紙もそうだったけど普通にもうパセリのパフォーマンスはすごくね、もう力強くて、なんかもう見てるだけですごい感動するんですけど、なんか去年1年前のパセリの生誕祭は僕隊で、私はその時に一応まあ司会的なね役割をしたんで、ちょうど1年前のその生誕祭のとかも思い出したりして、今回は
客席から見たんですけど、なんかパセリもさ言ってたように、あの1年前の生誕祭で、あの選抜メンバーに入りたいっていうのをパセリ言ってたなって思って、その時にで1年後、昨日も言ってたんですけど、それにこう近づけていってるっていうのを、その感じましたみたいな、そのそういう感じのことを言ってて、なんかすごくすごいなとも思ったし、こう有言実行しているそのそういう なんだろうやっぱすごいなと思った。そういうの全部パセリのこの1年間の頑張りの結果だと思うし、すごいなって思って見てましたね。さあ、あのねパセリにね生誕祭見に来る見に来る見に来るって、そうずっとね言われてたんですよパセリ、そう昨日さMC でさちょっとだけ私の名前出てきてさ、ちょっとびっくりした。そうパイ1号パイ1号、なんかいつもダンスの立ち位置表とかでこのダンスの先生がそれぞれメンバーの頭文字、名前の頭文字をいつも書いてるんですよ。そうなんか例えばね、さこちゃんとかだったら、まあさこってまあさこちゃんは分かりやすいか、さこって書かれてたりとか、りねちゃんだったら。うち、うつみのうちっていう字書かれてたりとか、そういう頭文字で書かれてるんだけど、そうパセリはカタカナでパって書かれてて、で私もなんかパッとかな、私はパンってなんか書かれてたりとか、なんかパって書かれてたりとかも、そうなんかあなんかすごいその辺がごちゃごちゃなってるから、そう。っていうなんか話をしてて、そうだからじゃあパー1とパー2でパセリがパー2ねみたいな話をしてて、めっちゃ面白かった。ダンスの先生もね笑ってました昨日横にいたんですけど、ダンスの先生、ダンスの先生の横で見てたの昨日、なんか笑ってた。こんばんは。まさか私の名前が出てくるって思わなかったから、ちょっとうおーってなった。なんかすごいって思った。私さだってさ見てるのにさなんかそんな見てる客席から見てるアイドルが私の名前を出すってどういう状況みたいな勝手に自分でなんか盛り上がってましたね。
そう、なんか今ステージにいるアイドルが私の名前を言ったよみたいな、自分で勝手に盛り上がってました。なんかすごい世界線にいるぞって思って、目に入ったから、あ、なんか沖さんと目が合った気がした、その時に。なんか私昨日初めてマイカさんの公演を多分初めて見たんだけど、なんかめっちゃ楽しかった、本当に。めっちゃなんかワイワイしててみんな、とりあえず MC も面白かったし、すごいね、ダンスもすごいキレキレで、そう、なんか私しとりも全然知らなかったんですけど、あ、この曲なんだ、この曲踊ってるんだと思って、ちょっとワクワクしながら見てましたね昨日。こんばんは、面白かった。やっぱアイドルステージで輝く、やっぱアイドル、なんか久々にその見たんですけど、私はステージをなんかめっちゃ可愛いなってやっぱりすごい思った。可愛くて遊びに来たよ、ありがとう。てか皆さんさ、 A と B どっちがいい？今日ね、あることをやりたいんですけど、ちょっと2種類あって A と B 皆さんに選んでもらおうと思って、今私 A と B をもう置いてるの。こっちがじゃあ AB にしよう、 ABABAB、 こっちが A、 こっちが B、 AB、 皆さんにちょっと A と B だけ選んでほしい。なんか自分で決めれなくて、ちょっと多い方にしようと思って、だからあれします、次に回します。もう一個はじゃあ1が A で2が B で、どっちでもいいからどっちか押してどっちでもいいから、うん、なんでもいい、ただ皆さんに決めてもらうだけなんで。どっちでもいいからね。5、4、3、2、1。お、B だ。B なんだ。OK。じゃあこっちの A の方は。バイバイ。じゃあこれはまた次に回します。30分ぐらいになったらしよっかな。実はまだどっちも開けてなくて、ちょっと後で開けよう。なんだろう、なんでしょう、なんかすごい面白いものを見つけて、ちょっとこれ やってみたいと思ってでも超難しそう、 B は超難しそうなやつマッチさん
こんばんは、はじめまして。はじめまして、はじめまして。っていうかね、この前おじいさんを助けた。なんか私さ、こんばんは。この前なんかね、すごいびっくりしたんだけど、なんかおじいさんがね、あの線路の上を歩いてたので、すごいびっくりして、えって思って、あのもうなんか電車もすごい通るし、あの車通りもすごい多いところだったんですよ。で、そう線路の上歩いてて、えっと思って、危ないと思って、でもあのおじいさんのところ行って、とりあえずなんかね、おじいさんがそのどこどこに行く電車に乗りたいんだけど、なんかそこがなんか駅だみたいな言ってて、指さして、でその指さしてるところがさ、あの全然駅じゃなくて、なんかあれなんて言うんだろう、道と道の間にある、違う、なんか道路と道路の間にある、あの中央分離帯みたいなやつ、そこをなんか指さして、なんかそこだよねみたいな、なんか言って、でいやちょっととりあえずちょっと危ないんで、ちょっと一回ちょっとそこね、近くにその駅があったから、その停留所があったから、ちょっと危ないんでちょっと一回上に上がりましょうって言って、ちょっとおじいさんを誘導して上にちょっととりあえずね一緒に上がったの。あのあ、電車です、電車、あの路面電車ね。そうで、ちょっとすごい危なかったんですよ、本当に車とかも結構通ってたから。で上上がって、で聞いたら、なんかその電車が来る、そのね、上がったところの反対側の方からだったらその電車にその乗れるから、あのあっちですよって言ったの。そのあっち側から、あっち側にいたらその電車来るんで、あっち側にから乗ったらいいですよって言って、そしたら、あーなんか分かったみたいな。でね、そのおじいさんがさ、またその信号が赤だったのに行こうとしてたのよ、その渡ろうとしてたのよ、全然車通ってるのに。だから、いやちょっと危ないってなって、もうおじいさんのもう腕を掴んでもうちょっともう本当にあの危ないんでって言って、その私がなんかこうもう引っ張らないと行こうとしてたの、おじいさんが本当にもう怖くて、もう見てて、でなんかそのもう一緒に行きましょうって言って言うんだけど、おじいさんがなんか大丈夫みたいな、もう一回言ってくれたら分かるから大丈夫って言いながら渡ろうとしたから、あもうこれはもう絶対にダメだと思って、いやもう一緒に行きましょうって言って、もうおじいさんの腕をもうずっと掴んだまま行かないように、赤だからそうで、そこまで一緒に行ってあげた。なんかね、そうなんか後から思ったんですけど、なんかさ、あれ多分私がさ声かけて助けてあげてなかったら、なんかもうどうなってたんだろうって思ったら、すごい恐ろしくて、そうだからちょっとよかったなって思った普通にもうさ、電車がもうちょっと向こう側にもういる状態だったから、
多分もうちょっと経ったら多分来てたのね。ちょっと怖かったけど無事に助けてあげることができてよかったです。でも最後ね、なんかすごい親切にありがとうみたいな言ってくれたの、おじいさんが。なんかそれがめっちゃ嬉しかった。なんかなかなかない体験でしたね。でも結局その乗って目的地まで行けたのかどうかは分からないけど、うん、でも良かったなって思いましたね、おじいさん。おじいさん、よく声をかけたねって。いや、なんかもう体が勝手に動いてた、私がもう、そんな、もう本当に危ないって思ったから。めっちゃもうね、そう、非常事態をすごい感じた。ということで、そう、レスキュー彩香になりました。じゃあ鈴木強化計画をします。今日の鈴木強化計画、ちょっと待って、ちょっとこのシール剥がす。今日の鈴木強化計画は、強化計画、まあ、てかゲームはこちらです。じゃん。写真で一言。これすごくないですか。ちょっとこんなのあったんだけど、ちょっと超難しそうじゃないこれ。すごい、うわ、一本グランプリみたいな。だから皆さんにちょっとこれ判定してもらおうと思って、5回ぐらいやって、これ絶対難しいよ。そう、一本グランプリでさ、私めっちゃ好きなんですけど、うわ、結構入ってるよ。 あんま見ないようにして。これ裏だ。あ、これ判定するやつか。今回はちょっと皆さんにこれを判定してもらおうって思って。何これ。ゲームを始める前に、本商品の使用により場の空気が寒くなっても当社は責任を負えません。ご使用前に各カードの内容をよくご確認ください。すべても生温かい眼差しで見守りましょうって書いてる。すごい、そんなことまで書いてる。見て、これ丸。なんかもうさ、この時点でもう面白くないですか、この人。でもこれはね、
皆さんに判定してもらうからちょっと使わないので、結構ある。これじゃあ5問ぐらいして、5回くらいして、で 3? なんかその投票して面白かったか面白くなかったかで投票して、面白いの割合が高いのが3以上だったら クリア。で、どうですか？これ待って、難しそう。でもさ、なんかさ、IPPONグランプリ、これ私全く見てないんですよ、これ本当にどういう写真があるかもわからないし、全く見てないから、あのさ、IPPONグランプリってさ、ちょっと見れるじゃないですか。なんか最初にどういう写真があるかっていうのを本当に2秒間ぐらいだけさ、こう順々にさ、こう流れていくじゃないですか。だからちょっと最初それしてもいいですか？ちょっと今これぐらいあるけど、半分ぐらいにして、で、これをちょっと全部一個ずつ皆さんと見ていってもいいですか？待って、これ多いな。じゃあ待って、15枚にしよう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10枚、10枚でいっか。10枚にして、10枚全部見て、で5枚、12でシャッフルするね、後で。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。じゃあいいですか？10枚。じゃあ行きます。1枚目、じゃん。待って、むずいなこれ。2枚目、3枚目。4枚目。ねえ、むずい。5枚目。6枚目。7枚目。8枚目。9枚目。何これ。10枚目。
と無理かもしれない。初めましての方がいた。黒根さん、初めまして。初めまして、ありがとう。ダークネスさん、エンジョーさん、トシキさん、ラブリー48さん、エンジョーさん、ありがとうございます。じゃあ行きますか。 5問これさ、パッて答えないといけないですか？パッて答え、ちょっとさ、いい、別にそんなパッて答えなくてもいいですか？うん、考える時間長めでいいよ。あ、本当？じゃあそんなすぐに答える必要はないってことでいいですか？じっくり考えよう。待って、これ写真で一言って書いた方がいいか。ああ、写真で。よし、滑らない。でも帰ってたよ、帰ってたよ。ほら、滑っても生温かい眼差しで見守りましょう。じゃあ行きますよ。では行きます。写真で一言。時間、すごいイケメンや。
これ私さ、皆さんよりさ笑ったら本当にこれ評価下がる評価下がっちゃう。このスマホにはすんごいイケメンが映ってるんでしょうね。それで女の子がみかんを持ちながらびっくりしています。こんな顔になるぐらいのイケメンにイケメンがいるっていう。じゃあこれが面白いか面白かったか、面白いが1、面白くないが2。いやもうこれはもういいよいいよ、別に2でいいよ2で、きっと2が多いんだから。意外と1入ってるな。まだこれ半々ぐらい、もしかして。いや難しいねこれ。写真で一言ってこんなに難しいんだ。もっと皆さんもっと早いよね、あの1本グランプリの時スッて答えてるよね。5 4 3 2 1。えっ嘘、みんな優しいな。本当に合格でいいのこれ。あ、フォローしました、ありがとう。本当に、待って、嬉しい、優しい、みんな。じゃあこの女の子合格でいいの？ギリギリ合格だった今。優しくて私泣きそうだよ。めっちゃさ、もう2位ばっかりかと思った今2位ばっかりかと思っちゃった。イエーイ、嬉しい。そっかそっか、じゃあみんな優しいんだ。じゃあ2問目、みんな甘いな次は1問目だったからってことね。じゃあ2問目いきます。せーの、
ない。こんな考えていいのかな、写真で一言。パスパス一回、パス使ってもいいですかパス使ってもいいですか。これ難しくない？ちょっと皆さんだったらどういう、何が浮かぶ？これむずこれはちょっと。これはちょっとわかんない。これはちょっとむずい。むずいむずい。じゃあちょっとこれパスで。すいません。パスで。今のはちょっとなしで。今のはちょっとなしでお願いいたします。じゃあ2回目、いくよ。そう、今のちょっと見なかったことにしてください。待って、これなんかさ、ちょっと緊張する。これ難しいから。だって難しいよこれ。思ったより難しかった。じゃあこれ2個目ね。じゃあ行きます。せーの。私が夫をクジャクにさせた最強の妻だぜ、イエーはい、
じゃあ投票1、面白かった。2、面白くない。いや、パスってこと、いや、パスにしないで。ああ、これちょっとメンタルやられますね。お城さん、ありがとう。はじめまして。何、ルーム入ってきた瞬間これはきつい、どういうこと？きついですか？ 5 4 3 2 1。 ん？これ多分私違うの出てるな、さっきと同じだもん。どっちが多い ?2?2 が多い？マジか。2が 58%。 私今ね、1がね多かった。さっきのなんかこれたまになるんだよな。あ、ちょっと待って。あらー、ちょっと厳しかったな。じゃあ、まあ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 、一生いっぱいだね。あ、でも言うてさ、1も 42% いたんだ、ありがとう。逆に 42% の方、逆にありがとう、嬉しい。じゃあ3問目、3問目いきますか。この3問目が無理だったら結構厳しいか。じゃあ行きます。せーの。僕は森に行ってきまーす。はい、投票1、面白い。2、面白くない。ちょっとね、この感じさ、あのこの男性ね、あのね、ちょっとね、笑ってないのよこの男性。そう、ちょっとね、楽しげな雰囲気ではないの、全然。5、
4 3 2 1。これは2回2だよ、2ってことだよね。いやいい線までいってるんだけどいい線までいってるんだけどな。ダメだったか。じゃあ次で決まりですね。次で決まり。次今2回負け、次もしダメだったら、鈴木強化計画発動って感じですね。次でじゃあ決まるかな。あ、次で決まるんじゃないか。もし OK だったらその次で決まるって感じか。ん？次で、ん？難しい、難しいけど、とりあえず次どうなるかって感じですね。じゃあ4問目。待って、これちょっと怖い。いきますよ。せーの。伸びるなんて。痛い。世界はどうなっているん？ねえ、もうやだやだやだ
これはちょっと私にはレベルが高かった。もぐ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 。この食感はトイレットペーパー中サイズ。ダメだ、私もうこれ終わってるわ。終わってる。え、これさ、なんかよく見たらなんか大きいやつとかも入ってるの。なんか大きい、これ多分あれかな、キッチンペーパーですかね。ああ、終わってるわ。終わってるわ。ちょっと私はこれ投票もしなくてもいいぐらいなんですけど、一応しとこ。じゃあ1面白い、2面白くない。意外と1位いない？ 5 4 3 2 1。 どういうこと？え、皆さん、え、これは私にチャンスをくれたっていうことですか。みんな優しい。あ、世界は思ったよりも優しかった。あ、もう一回見たいっていう。なるほどね。優しい、みんな。私さ、もう調子乗ってんじゃねえぞって思われてるかと思ってた。でみんな2にするかと思ってた。絶対みんなもう 2100% みたいな、2嵐みたいな感じになるかと思ってた。そんなそんな。え、今のってさ、カウントされるの？今のってカウントされる？それともえ、今のはもうクリアしたってことでいいんですか？今の写真で一言は。クリアしたの？本当に？割とガチでへこんでそうだったんで、うん、もう本当に心がもうポキってなった。わかった。じゃあ最後これで
どっちになるか次、これで決まる、これで決まるか、最後これが、これがうまくいけばクリア。でもさ、私意外と言いやすいやつ当てたじゃないですか今。多分そのカード結構特徴的なやつさ当てたからさ、なんかもうあと他に特徴的なやつさ覚えてるのない？難しいやつかも。ではいきます。せーの、俺極悪ピエロって言うんだぜ。いや待って、ファイナルアンサーじゃない、もうちょっと待って、
俺極悪ピエロって呼ばれてっからよ。なんか文句あんのかよ。俺んとこ来いよ。もうダメだ、ダメだこりゃ。ダメだこりゃ。ダメだこりゃ。どうしよう、どうしよう。じゃあちょっと、もうやっちゃうよ。投票やっちゃうよ、もう。じゃあ面白い1、面白くない2。もうダメだ私は。これはもう、この写真で一言はもう、私はもう一生修行を積まなければいけない。5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。いやでもさ、1もなかなかいるんだよな。それがちょっとありがたい。ありがとうございます。でも2が多かったので失敗。チン。でもさ、なんか全部さ半々ぐらいじゃなかったですか、優しい皆さんのおかげで。だからちょっとはね、いいかも。これがもうみんながもう2ばっかりとかだったら、もう大変なことになっていたと思われます、私は。だけど皆さんがね半々ぐらいにしてくれたから、ちょっとまだね、私を今まだ保てている感じかな。さきさんありがとう。まきまきさんありがとう。じゃあ今日の鈴木強化計画ゲーム失敗ということで、今日はどうしようか。今日は何しよう。だけど面白かった。本当ですか。あ、なんかずっと呼吸が止まってたからさ、
そう、今一気に呼吸が来てる。これやります？写真で一言。続きやります。写真で一言用の写真を撮影して投稿する。でもさ、またさ、今みたいにさ、パッて開いてこれってなってさ、こうやって見た時にまたさ固まっちゃったらさ、どうしたらいいんですか？私はまた固まる可能性の方がめちゃめちゃ高いんだけど。選んでいい。考えて。ああ、先にってことですか。先にできそうなの。写真。ああ、なんかもう本当に大喜利みたいな。なんかもう自分で決めちゃっていいっていう感じ。てかさ、ちょっとさ、この全部見てみよう。おー、結構すごいインパクト。ちょっと全部見てみよう。ちょっと面白そうなの、ちょっとないかな。すごいねこれ。見てこれ。スイカ。じゃあさ、私がこれ選んでから これさ、動画じゃなくてさあーでもこれどうなんだろう、どっちがいいのかな。
これ動画じゃなくて画像の方がいいかな。で、写真で一言の文章の方がいいかな。先に考えるんだったら。動画の方が伝わりやすい。そっか、じゃあそうしようかな。わかりました。じゃあそうする。あー、なんかすごい寒気がしてきた。一気に終わります。ミミックさん、はじめまして。はじめまして、ありがとう。はじめまして。もう終わります。また見に来てね。13位、だんだんだんごむしさん、ありがとうございます。12位、ちくわドーナツさん、ありがとうございます。11位、まつくんさん、ありがとうございます。あ、こうやってないか。10位、キャスパー大くん、ありがとうございます。9位、田辺さん、ありがとうございます。8位、あきぽんさん、ありがとうございます。7位、ポセさん、ありがとうございます。6位、りょうたさん、ありがとうございます。5位、ともさん、ありがとうございます。4位、中田さん、ありがとうございます。3位、うにさん、ありがとうございます。2位、さきさん、ありがとうございます。1位はやすべーさん、ありがとう。ありがとう。いやー、今日はちょっと大変だったな。ちょっとさ、いやー、これ皆さんにさ、これ皆さんにちょっと、あ、全然面白くないなって、ちょっと全然面白くないって思われたから、多分今日でちょっとこれを機に私の写真で一言、死んで一言ちょっと頑張りますから、これから頑張りますから、よろしくお願いします。じゃあ今からちょっとじっくりこれ見て考えますね。ではありがとうございました。バイバーイ。